森山俊です。強みは合同チームなので2校の特徴があるところです。みんなのそのコミュニケーション力が高いところです。目標は最後の1球までみんなで食らいついていくところです。常滑総合高校野球部水野未来です。このチームはやっぱりノックがメインというかで、やっぱり守備をしっかり固めてからそのバッティングだったりそういうのにつなげていくようなチームだと思っています。攻撃からでも守備からでも流れを作って1点ずつしっかり取っていってしっかり勝ちにつなげられるようなチームだと思っています。このチームの目標は一戦一戦勝ち進んでいくことが目標だと思っているので、その目標を目指して頑張っていきたいと思います。まあ、今まで練習試合においても未勝利ということで、大会では今まで他校さんに胸をお借りして培ってきた力をしっかりとそこで発揮できるように、一つ一つのアウトを確実に取る、しっかり振る、そういったことをしっかりとやらせたいと思っております。全力プレー、いくぞ。